本のサラリーマンってクレイジーだよ。なんなのあの満員電車って。まあ日本中か世界のサラリーマンも結構クレイジーだと思うんだけど、どう新入社員の皆さん、仕事って好き？仕事って最初は結構ワクワクしてさ、新しいことやったり自分でお金を稼げるようになって、まあ、楽しいんだけど、もう半年経つとさ、ああまた今日も仕事かよって朝から思い始めない？で、上下関係も大変でしょ？怒られてばっかりで辛いよね。いやもう参ります。で、下積みっていう人もいるけどさ、絶対にそんな感じでもないんだよね。今やってる仕事でこれで自分で30年40年続けられると思います？もうちょっといい仕事したいなとか、会社の環境を変えたいなとか思うよね。東京でサラリーマンをやってた時があって、もう1日13から15時間ぐらい働いてた時もあったわけよ。で、ずっと事務所にいて、もう気づいたら季節が変わってて、あ、また1年経ったみたいな感じで、俺はただ単に一生懸命働いたらいいって思ってたの。他の人よりもっと頑張る、長く働く、そうすると偉いんだ、もっと褒められるんだっていう感じで働いていたんだけど、でもさ、これおかしいなって思い始めたので、海外旅行していたらきっかけがあって、好きなことをやっても収入は入るって気づいたの。だからビジネスマナーとかメールの書き方、上司クライアントへの話し方みたいな下積みって大切なんだけど、下積みからお金は生まれてこないよね。好きなことにビジネスの振りかけをかけて、ビジネスの形にすると収入も入るんだなって気づいたのよ。楽しいって思うことって他の人もそれに共感して、自然に人が集まってくるんだよね。お金払ってでもやりたいっていう人も絶対出てくるんだよ。だってゲームとかってそうでしょ？めっちゃ楽しいけどお金払って買ってるでしょ？だから好きなことにビジネスのふりかけをかけて、みんなが楽しめるようにするんだよ。これをやりたいんだったら第一のステップ、まず今できることは好きなこと、得意なことを見つけること。自分の素質、変な言葉にするとタレントとか才能とか、しっくりきて納得できることは何かっていうのを見つけるんだよ。最初は例えば本田健さんの才能を見つける系の本を読むとか、英語だったらそういう本もたくさんあるよ。クリスも今才能を見つけるガイドを作ってるから、ぜひサイトでチェックしてみて。稼ぐのがゴールじゃなくて、好きなことで生活するのがゴールだからね。好きなことをして生きることがゴールだから。ところでお願いがあるんだけど、自分が勤めている会社のいいところ、変えたいところを教えてくれないかな。若い世代の人とどう接していいのかとか相談もあって、面倒かもしれないけど下のコメントで教えてくれると嬉しいです。で、月2回クリスライブやってるので、ぜひ来てくださいね。詳しくは Facebook またはクリスの部屋 .com、 あとは LINE でアットクリスでつながるのもお忘れずに。 Alright, thank you. おー、忘れた、ごめんなさい。チャンネル登録もお願いします。 Alright, thank you so much for checking out this video. 本当に見てくれてありがとう。仕事を頑張ってください。 I'll see you next time on クリスの部屋。 Adios amigos. 例えば親にやりたい仕事を相談したら、お父さん、僕こういう仕事やりたい。君には無理だ、やめなさい、サラリーマンになりなさい。または、お前そんなことうまくいくわけないだろ、仕事中はな、言われたことをやるしか、それしかないんだよ。それでみんな嫌だからお金もらってんだよ。これやりたいっていうことをやろうとすると。